大型連休を前にいたしまして、この新型コロナウイルスの問題につきまして、現状とまた市民への願いをさせていただきたいと思います。国から緊急事態宣言が出されたのは4月7日であります。以来、市民の皆様方が不要な外出の自粛をはじめとして大変ご苦労をおかけしております。また4月の14日から5月の6日まで、福岡県知事の方から各種施設の休業の協力要請があり、協力の依頼もありました。市民生活全般、経済界にもこれまでにない不安と、そして深刻な影響が生じております。そのような中、本市における状況でありますが、4月27日昨日までに75例の陽性の発生が確認されております。ここ数日、陽性患者の数は4日間連続ゼロであります。極めて低く推移しておりまして、爆発的な感染拡大は抑止されている状況にあります。これは市民の皆様方の、そしてまた事業者の方々のご理解とご協力、そしてこの社会を支えるために、医療機関、保育、高齢者福祉施設など多くの関係者の一方ならぬご理解とご尽力のおかげでございまして、改めて深く感謝を申し上げたいと思います。これは陽性患者の発生の数でありますけれども、赤字のところが北九州の状況であります。4日連続ゼロがつきまして、2件あり、1件があり、そして4日連続ゼロであります。それに対して、他の都市の参考になるように、この東京都の事例を見ております。この東京都を見ておりますと、この一つの点からクラスターが発生をしまして、1週間で倍増するほどの大変大きな感染力を持っているということであります。さて、この状況を前にいたしまして、改めて市民の皆様方には、これからが本当のこのウイルスとの戦いの正念場に入るということを改めてお訴えをしたいのであります。若い世代の感染が増えております。20代までで行くと本市の場合 33% であります。30代までを見ると 52% になりまして、若い方々の感染が大変多いということが一つであります。次に、感染経路が不明なケース、これは本市の場合いろいろと行動経路を精査をしているわけでございますが、3割はまだ不明でありまして、そうしたことに危機感を持っております。これまで以上に感染の拡大を何としてでも防止するために、このゴールデンウィーク期間中、不要不急の帰省や旅行などにおきまして、ぜひこの感染拡大防止のためにですね、避けていただくように改めてお願いを申し上げたいと思います。先ほども、東京が多いのは、この病院、高齢者施設というところから急増しているということでありますが、これは北九州市だけではなくて、全国的に言えることであります。医療機関、高齢者施設等におけるクラスターの発生というのは大変に警戒すべきことでありまして、そのリスクもあります。それを私どもは非常に懸念をしておりまして、市民の皆様に対しては改めて行動の変容をお願いをしたいのであります。フリップを用意してまいりました。できるだけ家にいよう、そのことが私たちの市民の命を守ることにつながる。ステイホーム、セーブライフ、これは世界的なこのスローガンとなっておりまして、特効薬はまだ確立しているわけではありません。とにかく人との接触を減らすということ、このステイホームということが出発点であります。そのことを改めて皆様にお伝えをしたいのであります。
次にゴールデンウィークの期間中でありますけれども、買い物される場合ですね、これは市内においても全国的にも言えることでありますが、やっぱり相当の人がそこに集まって、社会的な距離2メートルが良いと言われておりますけれども、非常に混み合っていると、食品、日用品が途絶えるということはない状況でございますので、そこは工夫をしてですね、買い物に行かれるときにもですね、感染防止の観点から懸命な行動をお願いしたいのであります。また同時にこの不要不急の外出をお控えくださいと申し上げておりますが、ずっと一日中家にいることではありません。多くの報告があるように、体の免疫でもってですね、このウイルスに立ち向かって、それを、抗体検査なんかを見るとですね、かなりの人は免疫によってですね、このウイルスを戦っている、克服しているとも言われておりまして、体の免疫を高めるということは、このウイルスに勝つために非常に重要なことであります。したがいまして、運動不足になると良くない、睡眠をしっかりとって、バランスの取れたこの食事をして、そしてできるだけストレスをためないように、運動不足の状況を打破するためにご近所近くのウォーキングというのはマスクをされるとですね、これは免疫を高めることにつながります。ということで、ぜひ、これは誰もが感染するリスクがあること、そして誰にでも感染させるリスクがあるということを改めて私どもは、意識しなければいけないと思っております。さて、外出する際のポイントをここでお示しをしたいと思います。国の方からも人との接触を8割減らそう、そのために10のポイントというのが出されているわけでございますが、私どももこうやっていろんな機会に PR をさせていただきまして、例えばビデオ通話でオンライン規制、スーパーは1人または少人数で空いている時間に、ジョギングは少人数、公園は空いた時間、場所を選んで、そして待てる買い物は控えて、飲み会、交流会はオンラインで、特にその次は皆様方に特にお願いをしているところでございますが、発熱等の症状が出た場合には、かかりつけのお医者さんにお電話をまずは一本をしていただく、筋トレヨガは自宅で動画を活用して、飲食は宅配もあります、持ち帰りもあります、仕事は在宅勤務、テレワークを目指して、会話はマスクをつけてと、こういうような8割接触を減らすための10のポイントとも用意いたしまして、この大型連休に向けまして、市民の方々に改めて、アピールしてまいりたいと考えております。とにかく、今まで言われてきたように、3つの密を回避する、3つの密が重なり合う場所を徹底して避けるということ、そのためにも不要不急の外出を控えるということ、そしてマスクと手洗い、咳エチケットを励行するということ、それからソーシャルディスタンス、北九州市は思いやりの距離と呼んでおりますけれども、その思いやりのある距離を十分取ること、こうしたことに、これからもご留意をいただきたいのでございます。改めて、このフリップを用意させていただいております。万が一体調の悪いとき、早く医療機関に受診したいと思うのは、皆そうだ、気持ちそうなると思いますけれども、クリニックや病院、医療機関にですね、このもしものことがありますと、クラスターが発生をいたしまして、そのことが医療機関の活動を大きく制約することにつながってしまいます。まずは相談ナビダイヤルにご一報いただきたいということを改めてお願いをしたいと思います。0570-093-567、これを覚える、ためにですね、
0570を一致団結して行おうと呼びます。093は北九州です。567はコロナです。一致団結して行おう北九州コロナ克服と、このように覚えていただけると幸いであります。一本の電話はですね、事態を大きく改善していくわけでございますので、よろしくお願いをしたいと思っております。市民の皆様お一人お一人の行動によってご自身はもとより家族や友人の健康や命を守ることになりますので、感染の収束に向けてぜひご理解の上よろしくお願いを申し上げたいのであります。あともう一点ですね、皆様方にお願いをしたいことがあります。それは感染が拡大をしていきますと、さまざまなメディアで報道されておりますように、感染者への偏見、差別が見受けられる、そういうことであります。実際北九州市におきましても、あの人がどうやら感染者らしいという、これはデマであったわけでありますが、デマが広がったとか、医療機関に勤務をしているだけでですね、感染者のような扱いをされた、また感染者が出た企業が多数のクレームを受けた、こうした事例があったと聞いております。感染者本人はもとより、そのご家族もまた職場の同僚も大変苦しんでいるわけであります。誰しも感染することがあります。誰しも感染させることがあるわけでございまして、この、医療、福祉、保育などですね、最前線の現場で頑張っていらっしゃる人たちに対して、偏見や差別は厳に慎んでいただきたいのであります。できることならばみんなで拍手を送りたいのであります。不確かな情報に惑わされないで冷静な対応を取っていくことが、これからますます重要になっていると思います。市民一丸となってこのウイルスを克服するには、思いやりと助け合いの精神が大事であります。そうやってこの感染症を打ち負かしてですね、収束を目指して頑張っていきたいのであります。どうぞよろしくお願いいたします。それではご質問を伺いたいと思います。はい、じゃあ毎日新聞です。失礼します。最後のこれをいいと思います。どうも失礼いたしました。もう一点ですね、これから国の給付金が10万円、配布されることになりますが、こうしたことになりますと、これに便乗した詐欺というものが出てくる、大変残念な状況も想定できるわけでありまして、こうした10万円の給付などに便乗した詐欺に騙されないようにですね、給付金手続きに当たりまして、改めてご注意を喚起をしたいのであります。まずですね、市役所であったり、いろんな機関の名前を語ってですね、いろんなことで、この詐欺メールや電話というものがやってまいります。まず銀行で ATM の操作をお願いするということは、市は絶対にありません。手数料の振り込みをお願いすることはございません。世帯の構成や口座番号などを電話やメールで問い合わせることはありません。このようなことは決してありませんので、もしこんなメールや電話があった時には、すぐに市役所の方にご一報いただきたいのであります。この給付金に便乗した作業を絶対に我々は許さない、という気持ちでですね、撃退をしていきたいのでありますので、この点もどうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。検察署でも結構であります。消費生活センターが市にはございますので、そちらの電話でも結構でございます。
さて最後にもう一点ですね、この10万円の給付にあたりまして、家庭内暴力の DV によりまして、住民票の住所と異なる場所で、暮らしている方がいらっしゃると思います。その皆様におかれましては、各区役所に、子ども家庭相談コーナーがありますので、こちらにぜひお問い合わせをいただきたいと思います。DV によりまして住民票の住所と異なる場所に住んでいらっしゃる方につきましては、各区役所の子ども家庭相談コーナーにぜひお電話をいただきたいのであります。市ホームページのトップページにもそうしたことを記載させていただいておりますが、どうぞよろしくお願いしたいと思います。それではご質問を受けたまります。幹事社の毎日新聞です。新型コロナウイルスの感染された方への偏見差別というのが市内でも、確認されているようですが、具体的に件数などありましたら、教えていただけますでしょうか。自分の数字があれば報道からなんですが、具体的な件数まではちょっとまだ集計できそうです、市役所、区役所などに相談があったということはあったんでしょうか。現にそういうことがあったという事実は確認しております。ただ市役所の、方でですね、全体をどれだけ把握しているか、このデマでありますとかいろんなクレームというのはなかなか全体像を把握するのは容易ではないので、そういう事実があることは確認をして憂慮しております。もしもですね、そうしたことについて一つの数字といいますか、もしそれが分かるようでしたら、また改めてお知らせをしたいと思います。もう一点、接触を8割減らす10のポイントというのをイラスト付きで示されたと思うんですが、基本的にはその厚労省の専門家会議の方で示されているものと、内容を沿ったものなんですけど、例えば6番 の、 そのかかりつけ医にお電話をっていうところは、オンラインで診療をというようなところを少しアレンジしなりにアレンジされているのかなと思うんですが、そのあたりこう少し、内容を変更した理由などをちょっとお伺いします。政府はオンライン医療に、医療のオンライン化につきましてはですね、それを認める立場で、いるわけでありますが、私自身もですね、医療機関にその感染すると大変なことになりますので、この機会にですね、特にこの収束するまでの間、医者はやっぱり、少なくとも初見の時はですね、その方を直接診察をしてですね、表情であるとかいろんな問診を通じてかなり分かると言いますので、慎重な方が多いわけでありますが、基本的には医療のオンライン化は私は賛成であります。しかしですね、これまで医療関係者ともこの問題について議論しておりますが、2回目以降についてはともかく1回目につきまして、オンライン化に踏み切るということについては慎重な意見もあると聞いております。このウイルスに打ち勝つためには医療機関の全面的なご理解ご協力があって前に進みますので、そうした意味では、この呼吸を合わせてですね、この問題化について、大きく踏み出すという状況にはまだ至ってないのかな、もう少し時間が必要かもしれないと思ってですね、今回です、まずは電話一本をというふうに変えました。ありがとうございました。感謝から以上です。すいません、NHK です。この8割減らす10のポイントの紙なんですけど、これは市内どこかに貼るとか、どういうふうにアピールされるかっていうのはありますでしょうか。今回の補正予算の中にですね、広報の予算も大きく確保しております。
そういった意味では、私どもは通常いろんな業務で、さまざまな PR 伝達を行ってきたわけでありますが、ぜひ市民の皆様方に、一致団結をしてですね、この問題で行動できるように広報は極めて重要だというふうに考えて1億円の予算を取っております。したがいまして、時には新聞あるいはテレビあるいはいろんなメディアを通じましてですね、こうしたことをいろんな機会に伝えていきたいと思っております。ということは5月1日に臨時市議会で、補正が通ったら速やかにこういうポイントとかを、メディアを通じてアピールしていってゴールドウィークに間に合わせるということなんですか。はい、いろんな機会に、対応しようと思っております。ということはすみません、今度は知事が県内のパチンコ店に対して文書で休業要請して29日の10時までに応じなかったら声明を公表する方針を明らかにしているということなんですけれども、まだ市内にもですねたくさんのパチンコ店がまだ営業しているようなことがあるんですけど、それに対して北九州市として何かそういうことってありますか。実際に北九州の市民からですね、パチンコ屋を休業しているところもあるけれども、オープンしているところもあり、そこにはたくさんの人が3密に近い状態でいるというのはおかしいではないか、こういう指摘が相次いでおりました。そこで、市としましても早速職員が例えば小倉の周辺をずっと回りまして、商店街の人の出の確認、それからパチンコ屋も確認しましたが、やっぱり、パチンコ屋についても心配な状況になっているということであります。そこで副市長と副知事の間には常時連携を取って連絡をしているわけでございますが、北九州市の方から権限を持っている県知事部局に対しまして、このパチンコ屋における状況は看過しえないということで、なんとか対応をお願いしたいと、お願いをしておったわけであります。これは国の方でも全国的に大きな話題になりまして、国、県の方もこれに対して踏み込むということになったので、その効果を期待しています。国としてはそういう権利がないのでできないので、権利に対してのお願いということになるんですか。国の方でまず基本的な休業要請をいたしまして、権限を県知事に付与いたしまして、県知事から改めて、休業要請協力依頼をしたわけでございますので、県の方からお話をされるのがいいんではないか、これによって、例えば警察当局がその見守りをされるのかどうかまだ状況を守っておりますけれども、対応をしていただけるものと期待をしております。ありがとうございます。西日本新聞です。先ほどのパチンコ店の話につきまして、現在市内でまだ開いているお店の数や、市民からの指摘の数等、もし今分かれば教えていただきたいんですけれども。ちょっと手元にその数字が、自分の中で今パチンコ店の営業の状況です。新型コロナウイルス対策の宅の音です。市内のパチンコ店、現在、何店、空いてるかという、この町の数字はありませんが、9店空いてるという情報は、お伺いしています。市民の取り合わせの数とか、その指摘というか。その数自体は把握していないです。県の方に、連絡が入っているという話も、先ほど市の方にも。はい、市の方にも入っています。県の方にも話が入っている。ただ、ゲームは食べてます。わかりました。それでは、先ほどのゴールデンウィーク期間中の、外出の自粛の要請に関して、質問でさせていただきたいんですけれども、市の方でも市内の人通り、
まあ、休日中の市内の人通りを、まあ、NTT のビッグデータ等を活用して把握されたと思うんですけれども、その直近の数字がもし分かればそれを教えていただきたいのと、合わせてその評価についてもお願いします。直近の数字はここであれば言い方がお願いいたしますが、まあ、これは北九州の方からドコモ通信会社の方にですね、ぜひデータの協力要請をいたしまして、一定の数字は上がっておりますが、他の大都市と比べてですね、自分が直感的に思いましたのは、東京、例えば大阪、福岡市の方で、マイカーで通勤をする人は少ないと思うんですね。公共交通機関が非常に便利がいいですし、その点北九州市というのは昔から臨海工業地帯にどんどん補助ができまして、マイカー出勤というのは非常に多い地域だと思います。さらにましてリスクという面で見ると満員電車であるとか公共交通機関を利用するときにリスクはかなり指摘されるわけでありますが、マイカー出勤者が多いということが一つ本市の、まあ、今までは環境政策上はそれが問題ありということでできる限り公共交通機関に変えるべきだという指摘を受けてきたんでありますが、現状はマイカー出勤者が非常に多い地域であると、その分はですね、人の出を見るときに、一つ留意すべきことではないかと思います。数字は、はい、数字につきまして、ドコモさんがですね、モバイル通貨時計というのを、今、各都市のですね、まあ、主要なところの状況を公開しております。でその状況でいきますと、例えば、昨日ですね、4月26日日曜日については、感染拡大イベントの比較で 74.2% 減という形になっております。ただ平日、本日でありますけど、昨日は、マイナス 56.7 ということで、平日は、休日よりは多いというふうになっています。じゃあ、その数字を今、出されて、ご紹介を。全体としての通勤形態は、マイカーが非常に多い地域ですので、テレワークの推進だとか、通勤の7割減だとか、そういう目標が出たときに、その点は一つ留意すべきだと思うんです。それと、金融サービス業が多い地域とですね、製造業が多い地域というのもですね、少し事情があるように思います。製造業は工場を止めるわけにいかないというところが多くて、みんな勤務をしております。そういった製造業が多い地域であること、マイカー通勤が非常に多い地域であるという2つのことは別にいたしまして、これまで電車を利用されていた方々が、この国や県、私どもの要請に応えてどのように行動の変化があるかというのを見ると、他の、東京だとか大阪だとかそういうところと比べますとですね、もっとこの点は注意をすべき、一つのテーマだと、このように改めて感じております。テレワークの推進に必要な、売買機能のあるホテルの宿泊がしやすいようにとか、あるいは事業者団体の方にもですね、テレワークの推進とか、いろんなことを要請しているわけでありますが、まだまだやれる余地があるというふうに感じております。ゴールデンウィークを前にして、休日に 74.2% 減という、数字が出ているわけですけれども、そのことに絡めて、言うと、どういった評価でございますでしょうか。先ほど本市の特徴と申し上げましたが、もう一点、北九州市は分散型の都市と言われることがあります。例えば他の政令市大都市に行きますと、中心部に非常に大きなこの商店街、たくさんの人が集まるような集積があるわけでありますが、旧五市の合併以来の伝統で、それぞれの地域に人が集まるような店舗であるとか、そういう社会的機能がある町だということであります。そういったことを考えてもですね、
やはり政府が言っているように人の接触を8割減らす、そして通勤を7割減らすと、まあ、こういう目標からするとですね、もう一度我々にできることは何かということを考えていく必要がある。しかしそういうその特性を持った都市においてこの短期間の間にですね、それが十分なものではないかもしれないけれども、関係者が相当努力をしてその国の目標に沿ってですね、努力をされているんだなということも合わせて感じています。すいません、まあ、ゴールデンウィーク中は市民の方々に自粛をということですけども、そうした中市長はゴールデンウィークどのように過ごされますか。職場で待機をしたりあるいは自宅で待機をしたりであります。もちろん遠出は控えますし、親戚が顔を合わせるということも、この大型連休中はお互いに我慢をしてこれが収束してから盛大にやろうということであります。ただいろんな課題が突然、電話等によって飛び込んでまいりますので、基本的にはスマホのそばで、待機をすることが多くなります。たださっき免疫を高めるということが大事だと申しました。外出を減らす、人との接触を減らすということで、とにかくホームステイでその家の中でじーっと巣ごもりをするということでですね、この災難が過ぎていくかであります。やっぱり誰にでも感染しうるリスクがあるわけでありまして、やはり体の免疫というものが非常に大事だと。そのためにはさっき申し上げたように食事、睡眠、それから、まあ、快適なリフレッシュというのが必要だと思います。従いまして外に出て、まあ、その時はぜひマスクをしてですね、3密にならないようにしてウォーキングだとかそういう軽い運動をするということも大事だというふうに感じています。また市長はどうするのかということでありますけれども、今この感染症が拡大しまして、世界的にアーティストが非常に厳しい。それは事業を営んでいる利用者に加えてですね、文化の危機ということも言われております。ちょうど今年は東アジア文化都市に選ばれまして、北九州の新しい魅力飛躍に向かってですね、文化芸術で頑張ろうと思っていたわけでありますが、まあ、中国韓国文化庁とも相談をいたしまして延期する方向で今調整をしております。されましてアーティストの現状を身近で、見る会も少なくないわけでありまして、これはもう報道されているように日本だけではありません。世界的に、犠牲者の一つがこのアートの世界だということであります。経済的に大変な状況に陥ること、合わせて文化の危機でもあるわけであります。まあ、この機会にみんなで集まってコンサートやそうした展覧会を楽しみ鑑賞するということは難しいかもしれませんが、この機会にもう一度音楽や美術やいろんな文学やいろんなことがあると思いますが、アーティストは極めて厳しい状況の中にある。それだけに今一度ですね、時間があるときにそうしたものに向かい合ってですね、そしてこれが収束したら思いっきりアーティストも支えていこうというふうにつながればと思っております。まあ、そんなことを感じながら時間を過ごそうと思っています。日本経済新聞です。今日午後に市長、不動産業界の方と面会されるかと思うんですけれども、そこで、まあ、家賃の減額の協力をお願いするというふうに伺ってますけれども、どのぐらいのですね、減額というのか、不動産業界の方に協力をお願いできればと思っていらっしゃるのか、またはその期間ですね、どのぐらいの期間協力していただけるといいのかなというふうに市長がお考えなのか、そのあたり所感取りをお願いします。国もこの緊急事態
態宣言の延長に関してですね、今後どう考えるかということは考えているし、それは我々も皆考えている。ただ一つ言えることは、この自粛、いろんな要請などによりまして、経済がもうリーマンショック以上の厳しい状況に追い詰められてきているということでありまして、この経済対策もしっかり打たない限りですね、次に進めないんではないかということは、県や国にも我々は強く言っていかなければいけないと思っております。それで、まずは固定経費のうち人件費と家賃というものが大きいということで、補助金というのは国が今回踏み切ると拡充するということでありますが、もう一つの家賃について私どもは、1ヶ月はなんとか8割補助するんだということを決めましたけれども、関係者はですね、やはり延長してほしいという声もなるかもしれません。その中で与野党協議で家賃補助につきましては考える流れが出てきていることを、ぜひ期待をしたいと思うんであります。そのように、今不動産に関わることにつきましても政府は固定資産税の減免であるとかいろんなことを言っている考えているわけなんですが、率直に意見交換をしたいと思います。そしてできる協力をお願いしたいと思っておりますが、そのためにはぜひ国の方にですね、いよいよ5月何回以降どうするんだという議論も出てくるわけでありまして、これまでの延長はですね、これはもうとてもでないけど地元経済は持たないと思うんですね。これだけのことを第二次補正も含めてやると、だからぜひ協力してほしいということにしないといけないんで、その場合不動産関係をどうするのかということについて、家賃補助もそうでありますが、それを注視しているわけであります。そうしたこともありますので、国がどう考えるかということも見ながらですね、まずは率直に意見交換をしてできるご配慮、応援をお願いをしたいと思っております。期間がこれぐらいとか言える状況にも至っていないというのは、その国が今考えていることもあります。西日本の東です。昨日休校は4日までということで、一応10日まで小中学校と延長が決まったと思うんですけれども、それ以降11日ゴールデンウィーク明けてからですね、また再延長、国の緊急事態宣言の再延長を含めていろいろ考えあると思うんですけれども、いつまでに今その市が先に決めたりだったりとか、いつまでにご判断されるのかという予定があればよろしくお願いします。はい、学校の臨時休校につきましては、文部科学省からガイドラインが出て県知事が要請をして今日に至っております。ただ5月7日以降どうするのかというのがまだわからない。それから国の方におけるその今後継続するかどうするかという議論がですね、大型連休中かなりずれ込む可能性も今言われていて、それが決まってから保護者、子どもさんの方に通知するのは混乱が生じるということで、県の教育委員会やいろんな市町の教育委員会ともですね、相談をいたしまして、みんなでこれは7、8については休校というふうにしないとですね、現場の混乱が憂慮されるということでありまして、教育委員会としてはそういうことで7、8を休校に、それ以降につきましてはですね、国、県の判断を注視をしているという状況であります。学校の問題はそういうことでありますが、基本的には、多くの事業者が自粛要請協力依頼で、大変なご苦労されているわけでありまして、果たして、この国の緊急事態宣言、それを受けて県知事の判断がどうなるのかという法律の立て付けから言いますと、国や県の判断を注視をするということであります。いろんな議論をしております。それはもう地元経済の現状、市民生活がさまざまな影響を受け制約を受けている学校におきましても、子どもたちの体力、学力のことを考えますとですね、今の状況というのは大変心配でありまして、私個人としては解除ができるような状況をいかにして作っていくかというふうに思っておりますが、福岡県あるいは日本全国の状況からいたしましてですね、
場合によっては延長も確保するなどを得ないのではないか、これにつきましては、常時副市長副知事の間で実務責任者の立場でいろんなことを想定して議論はしているところでありますけれども、県知事とも私は意見交換を行いたいと思っておりますが、したがいまして元に戻りますが、教育委員会どうするんだろうかということはその全体の中の一つのテーマであるということであります。まずは7、8が休みになると9、10、同日まで休みになります。その間に、どう対応するかということを決めることになります。あ、妻様の提議なんですけれども、今福岡市が福岡市が補正予算案の中でですね、自立の小中学校を全て一人1台分のタブレット型パソコンを配備するということに政府33億ほどを計画しているんですけれども、そういうタブレット導入とか九州市ではどうお考えになっていますか。福岡市の予算でいわゆるタブレットですか。はい、はい、北九州市はタブレットの配布を短期間で一斉に行うという方針を確認をしてですね、当初さんにもそれを盛り込んでいるところでありますが、かなり品薄になっているという状況の中でどう早く、例えば中学校3年生とか早くしなきゃいけないというところもありまして、一層の努力をしたいと思っているんです。このタブレットの問題につきましては私ども、本当は早くからこの重要性というものは教育委員会から問題提起を受けていたわけでありますが、私も着任してからまずは地震対策が極めて遅れていたわけであります。この耐震工事というものに想定予算が取られましたし、それから中学校の給食とかですね、いろんなことをやっていきました。そして、この冷暖房という問題、乗り越えなくならないということで、振り返ってみてですね、教育委員会がタブレットの重要性、そうしたことを認識していたのでありますが、市長部局としてですね、結果として今日まで、学校としてやるべきインフラの整備で相当時間とコストを使ってきたという経緯がありました。そういった意味では私としましてもタブレットというものが子どもたちの手に渡らないとオンラインで教育を進めるということができないわけであります。その点は現場に大変不自由な思いをして申し訳ない。できるだけ早く予算を執行してタブレットを確保してぜひ導入していけるようにと思っております。その上で今できることは今教材をですねオンライン上でそれを作りまして、それを子どもたち家庭に、それをダウンロードしていただくとか今できるそのオンラインのことで、対応を現場一生懸命していただいております。すみません、PNC ですけれども、2点すみません、ちょっと別のことでお尋ねなんですけど、まずは、先日発表のあった PCR の、検体採取の拠点となるセンターのことについて、旧八幡病院の、方向でというお話でしたけれども、進捗といいますか、それで行こうという話になったのかとか、あるいは検体採取の状況を例えばドライブスルー形式でやる方向で調整しているとか、何か進捗がありましたら、1点まず教えてください。北九州医師会とよくすり合わせ相談をしながら進めております。したがいまして、その関係者の方からアナウンスをするのがいいと思いますけれども、これは市としてはですね、全国のいろんな動向を見まして、ぜひこれが必要だということで、予算と場所を確保して医師会の皆様方と相談をしている案件でありますので、そういった意味では当時ドライブスルー方式にするのかというご質問もいただいたわけであります。ドライブスルー方式は伝統にあったと思いますけれども、予算を計上する
ので、私の方からドライブスルーになるんではないかということを申し上げるのはどうかと思いましたが、そうしたことを念頭に、今準備に入られているように私は聞いています。ありがとうございます。それと全く別件で恐縮なんですけれども、パチンコ店の関係にちょっとすみません戻って恐縮なんですけれども、隣県 の下関市の取材などをしていますと、まあ、下関もだいぶ落としてきたみたいですけれども、そこにその、まあ、北九州ナンバーの車がかなり多くてちょっと危惧しているというお話があったりしましたもので、まあ、なんて言いますか、その市民への呼びかけなどがあったら教えていた、ご所感を教えていただきたいんですけれども、パチンコ店の問題は国レベルにおきまして、それぞれの都道府県におきまして大問題になっていて、つまり要請に従わないところがいっぱい出てきた。今度は指示して罰則までという話になっておりますので、メディアの報道もかなり出されております。従いまして多くの人はパチンコはこれは遠慮せないかんと、このように思っていただけるということを期待したいのでありますが、まずはおそらく県の方からの要請指示でですね、このパチンコ業界を所管しているのは警察関係でありますので、まあ、そうしたところもですね見回りをされるのではないかと思います。で、私どもはこの大型連休を前にいたしまして、この商店街あるいは公園ですね、それとか、まあ、パチンコとかありますけれども、非常に市民が心配をする3密という目標からしてですね、極めて心配有料な状況ということがあってはいけないわけでありますので、区役所もですねそれぞれの地域のことには精通しておりますので、やはり見回りということも行ってですね、市民からもいろんな SNS などを通じ電話を通じてですね、例えばあのパチンコが開いているのどうなっているのかとかですね、あそこの公園に若者がいっぱい集まったらどうなっているのか、そういう声も届きますので、そういうのを丁寧に拾いながらですね見回りも含めて、市民に呼びかけていきたいと思っております。あと北九州市民が他県の発育屋に行くことについても、これについては県の方で全国でですね、パチンコ店のことについては、呼びかけておりますので、この動きを推進していきたいというふうに思います。大変恐縮なんですけれども、まあ、学校の再延長なんですけれども、先ほど、まあ、国と県の動きを注意するというお話でしたけれども、まあ、熊本市のように、まあ、現場の混乱を、回避を考えて、独自、まあ、先行して決定しているところもありますけれども、そういう国や県の動きに先行し、した検討をや、まあ協議への要請、協議というような可能性ございますでしょうか。臨時休業は知事の方からの要請ですよね。それが期限が5月3日に来るわけでありまして、その後どうするのかというのがまだわからない。ただ市長としてはこれは全国や公共の状況からして、延長を確保せねばいけないと思っております。こればっかりは判断待ちであります。したがいまして学校の運営につきましてもですね、そうした県また文部科学省のガイドライン、というものも判断の材料になってくるものと思います。市の教育委員会単独でもってですね、こういうことをやってみたいということは今の段階でそういう状況ではないと思います。まずは国がどう判断をするか、5月7日以降、そしてそれを受けて県知事がどう判断するか、それをまず見た上であります。
はい、よろしいでしょうか。では内容ですので、これで終わります。どうもありがとうございました。